どうも、ルカです。今日紹介するのはカルコレで購入したグリッドマンとのコラボ商品です。グリッドマンの動画撮るのはかなり久しぶりですね。ウェハースの第2弾の時から1年以上経ってんのかな。もう今回購入したのは合計3点となっていて、 T シャツ2枚とエコバッグを1つ購入しました。じゃあじゃん、これはかわいいぞ。こっちの白い方がグリッドマンと新世紀中学生の皆さん、でこっちの黒い方はグリッドマンに登場した怪獣たちの皆さん、どちらも L サイズを購入しました。ちょっと早速着てみます。はい、着てみました。どうですか？いいんじゃない？後ろは何もないですね。すごいちょうどいい。で生地もなんだろう、分厚すぎずで、そんな薄い感じでもなくてね、着心地は結構いいですね。じゃあ次黒着ますか。はい、黒着てみました。これも裏は特にないですね。かわいいな、黒もいいね。早く夏になってほしいね。じゃあ最後はエコバッグです。エコバッグはこの T シャツと同じようにグリッドマンサイドのキャラが描かれた水色のエコバッグと、怪獣たちが描かれた黒いエコバッグがあって、すんごい悩んだんだけど、ちょっとなんかシミとかついたら目立つよなと思って、目立たなそうな黒い方にしました。デザインはこんな感じ。怪獣がねいっぱい散りばめられてますね。で、グリッドマンのロゴが入ってる。このバッグの中に留めるためのね、ポッチがついてるんで、こんなコンパクトにできるんで、カバンの中にでも入れて持ち歩くことができます。サイズ的にはどうだろう？まあ、そんな大きいわけでもないから、まあ、ちっちゃくもないんだけど、ちょっとした買い物ぐらいなら全然このサイズでいいんじゃないかな。はい、ということで、カルコレで購入したグリッドマンコラボの商品でした。コラボ商品他にも T シャツが何種類か出てるんで、よかったらお気に入りのものを見つけて購入してみてください。以上、ルカでした。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。